さある、そこで騒ぐ子供たちの笑い声が消えると、夜が訪れ冷たく笑う月明かりよ、道を照らせ、進むべき道を照らせ、何が起こったんだ。コロニー落下は阻止できたと聞いたが、これでは失敗したのと同じ。滅亡を免れただけ良かったとでも言うのか。それだけじゃない、何かが起ころうとしている。この胸騒ぎは一体。これは。何かの破片だな。ここで激しい戦いでもあったのか。一体どれだけの人間やレプリロイドが犠牲になったんだろう。待ってよ。これは。ついに完成したぞ。この冷静な僕があまりのことにおかしくなってしまいそうだ。いけない。これからなんだ。今までこの僕の研究を理解すらできなかった奴らを、そう、この世の下等なレプリロイドたち全てを僕の元に服従させるために。できる、できるぞ。レプリロイドだけの理想の世界、僕が全てを支配する素晴らしい世界が。X 目を覚ませ X、 今はお前しかいないんだ。お前が戦わなければ誰が戦う。早く目を覚ますんだ X。しいことは後よ。現場に急行して。地球上に残ったレプリロイド諸君、すでに知っておるかと思うが、今各地で不可解な現象が起きている。我々はその現象をナイトメアと呼ぶことにした。それは人間っていうところの夢、いや悪夢に似た幻をレプリロイドに見せることによって混乱させ、ひどい時には暴走を始めたり、自らをデリートしてしまうこともある。先のスペースコロニー落下事故により、地上に残されたレプリロイドも
人類もあとわずかだ。もうこれ以上犠牲を出すことはできない。今度こそ地球存亡の危機に関わるであろう。そこで事態を重く見た我々はナイトメア現象の謎を解明すべく、疑いのある8つのエリアに調査員を送り込んだ。何せナイトメア現象はあの名を馳せたイレギュラーハンターゼロ、彼の亡霊が原因であるという情報もある。なんだって、勝手なことを。待って、X。最後まで聞きましょう。さて、ここで勇士を募るとしよう。我々と志を共にする者たちよ、力を貸してもらいたい。この8人の調査員のもとに集え。我々の目的はナイトメアの撲滅、そしてゼロの亡霊を消すことである。未来のため来たれここに。なお、このハイマックスが調査員のリーダーとして参加しておる。我らのところに来れば身の安全は保証しよう。イレギュラーハンターもレプリフォースも今や壊滅状態。未来は我らと共に自らの力で守ろうではないか。待っているぞ諸君。ふざけてる、ゼロのことをそんな風に。みんなを救うためにゼロは命を懸けて戦ったのに。今は何を言われても仕方ないわ。事実、ゼロの姿をしたナイトメアが目の前に現れたんだよ。私たちも調査する必要があるわね、ナイトメアの正体を。今はアイゾスやハイマックスのことは放っておきましょう。疑いのあるエリアって言ってたけど、一体どんなところなんだ。調べられないか、エイリア。ダメだわ、激しい電波障害が起こっていて、ここからでは調べることができないわ。なら乗り込むしかないな。直接ナイトメアに触れることができるかもしれないし、さっきの調査員っていうのも気になるしな。ナイトメア、危険が伴う任務になりそうだ。正体を突き止め、被害を最小限に抑えなければならない。奴が言っていたように、これ以上レプリロイドを失うことは許されないから。X、とりあえず一度戻ってくれ。了解、直ちに戻る。
ちょっといない間に俺も落ちたもんだ。こんなおもちゃと一緒にされるとは。ゼロ、ゼロ、生きていたんだね。X だって生きてるじゃないか。大体シグマごときにやられてたまるか。そうだろ。探したんだ、データ反応もパーツも。何も見つからなかったから。だから心配かけたようだな。ダメージが完全に回復するまで身を隠していたんだ。その間にこのおもちゃが世間を騒がせてしまったようだな。さあ、感動の再会はここまでだ。ナイトメアを何とかしないと本当に取り返しのつかないことになるぞ。今レプリロイドが全滅すれば復興作業ができなくなる。そうなれば人類、いや地球そのものが危うくなる。行くぜ X、 ナイトメアをぶっ潰してやろう。ああ、今はみんなが力を合わせないといけない時なのに。俺は絶対に許さない。行こうゼロ。報告します。早くも調査員が一人。分かってる。例のイレギュラーハンターに倒されたのだろう。未だにいつ作られたかもわからないオールドロボットに勝てないのか。アイゾックよ、しばらくあのハンターを監視してくれ。は、仰せのままに。それより、あの実験はどうだ？成果は出ているか？すべては順調に絶大な効果が出ております。 99.98% の確率でレプリロイドを陥れています。素晴らしい発明ですな。しかしハイマックスをもってすれば、今すぐにでも地球上に存在する全てのレプリロイドを抑えることが可能です。現にあのイレギュラーハンターですら叶わなかったのですから。ダメだ、もうしばらく実験を行いたい。引き続きデータの収集に当たってくれ。かしこまりました。ところで、お前の探し物は見つかったのか？おそらくこの世には存在しないと思うが。いやー、そんなはずはありません。私は見たのです。それに奴はあのぐらいのことで死んでしまうようなランクの低いレプリロイドではありません。 X といい、確かにしぶとい奴らだからな。生きてるかもしれないが可能性は低いだろう。必ずや見つけ出してまいります。僕にとってはどうでもいいことだ。お前の好きにするがいい。僕にはゼロの本体など必要ないからな。とにかく例の実験と X の監視だけはしっかり頼むぞ。は、さすがだね、イレギュラーハンター X。
僕の最高傑作まで倒してしまうとは。誰だお前は。僕はゲーム、デプリロイドは新たな統率式、デプリロイドだけの理想国家を目指すもの。そのためにも過当なデプリロイドを消しているところだよ。お前、自分のしていることがどういうことか分かってるのか。今の地球はレプリロイドなしでは復興できないんだぞ。分かってるさ、今が絶好のチャンスなんだよ。僕の理想、レプリロイドにより新たな時代を作ることができる。やっと時代が僕に追いつこうとしている。誰にも邪魔はさせないよ。エプス、君の実力を特別に認めて、自慢の調査員たちを倒してしまったのだ。僕の研究所に招待するよ。もう隠れたりしないさ。たとえ死ぬことが分かっても、君は絶対生きていける。待ってるよ、僕の研究所。とうとうここまで来たね、エイリア。君には昔から勝てなかった。君が常にトップだった。いいえ、あなたの方が何もかも上だったわ。私はただ課題をこなしていただけ。あなたは課題を守らなかった。たったそれだけのことなのよ。どんなに高い能力があっても正しく使われなかったら意味がない。お前とエイリアの差はそこにあるはずだ。大体レプリロイドだけの国家なんてできやしない。人間もレプリロイドも共に不完全な存在。お互い助け合っていかないとダメなんだ。そんなことはお前が一番よくわかっているはずだ。このボロボロの地球を救えるのは誰だ。人間たちは地下に避難し何にもできない。地上で活動できるのはレプリロイドだけだ。こんな状態にしてしまったのもレプリロイドですよね、 X 君。X、 気にするな。大丈夫だよ、シグナス。レプリロイドが不完全なことは認める。イレギュラーも発生する。だから僕の実力も正しく評価されなかった。しかしそれだけの自信が持てるものを作り出せたんだ。そう、一ついいことを教えてあげるよ。さすがに僕の実力だけではここまで来れなかった。でもこれを拾ったんだ。まさに神の導きだね。なんだと思う。ただのガラクタだと思ったよ、初めは。ゼロのかけらだよ。ゼロの DNA を手に入れることができたんだ。聖地に踏み込んだような気分だった。素晴らしかったよ、ゼロの DNA は。ハイマックスも、ナイトメアウイルスも、いとも簡単に作り出すことができた。正気ではいられなかった。こんなに完璧で最強のものが出来上がってしまうのだから。しかし、
上には上がいるもんだね。ここまでたどり着くのだからね。お前にはわからないのか。確かにゼロの DNA データは強大な力を持っているかもしれない。でも使い道を間違えた時からその力は弱まってるんだ。身をもって教えてやるぞ、ゲイト。我が友ゼロの DNA を利用して残り少ないレプリロイドたちを狂う。お前の罪を絶対に許さない。望むところ、君を倒さない限り僕の理想国家はありえない。来い X。 ゼロの DNA をもっとしても勝てなかったか。いや、解析が不完全だったからな。いつの時代に作られたわからないプログラムに負けたのか。でもまだ終わりじゃない。僕がこのまま無様に消えていく愚かな奴らとはこんな最悪の事態もちゃんと考えておいたんだ。これだけは使いたくなかった。僕自身も消されてしまうかもしれないが、悪魔を復活させたよ、シグマをね。調子に乗るな小僧。あの手の手は死なぬわ。お前の助けなど必要なかったわ。邪魔だ、消えろ。これで邪魔者はお前たちだけだ。今度こそ決着をつけるか。このお前が死んだとは思えなかったからな。宿命だな、ここで再会したのも。決着をつけてやる。行け、行くのじゃゼロ。お前こそが最強のロボットじゃ。誰か呼んだか。どうしたの、ゼロ。いや、なんでもない。シグマのところに向かうぞ。とりあえず終わったな。そうだな。X、ゲイトを連れて帰ってどうする。こんなダメージじゃ修理しても無駄なだけだ。分かってるよ。ただエイリアンの同僚だったと思うと放っておけなくて。仲間がいなくなる寂しさは知ってるから余計にね。心配かけたな。ちょうど迎えが来たようだ。大丈夫、二人とも。ゲイトなの？連れて帰ってきたんだ。X の優しさってやつだ。ひどいな、こりゃ。どうするよ。エイリアに任せるよ。余計なことをしたかな。うん、ありがとう、X。できるだけのことはしてみるわ。任務完了だな、これで。これから長い任務が待っているぞ。みんなで地球を再建しなければ。何でも直してやるぜ。メカニックとしての腕の見せ所だ。私はイレギュラー発生率ゼロのプログラムや
ウイルスを完全にシャットアウトする完璧なプロテクトプログラムを、ゲイトに負けないようなプログラムを目指すわ。みんなで力を合わせてゆっくり確実に歩んでいこう。そうだな、長い旅は始まったばかりだ。今度こそ本当の理想国家を目指すぞ。人間とレプリロイドが平和に暮らせる世界。なるほど、これを取り除くにはかなりの時間がかかりそうですね。確かに最新のテクノロジーを使ったとしても怪しいものです。私でも完全に治せるかどうか。構わん、この辺りで手を打っておかないと。しかし今は特に異常は見つかっていないはず。あなたならそのままでも問題はないはずでは。余計なことかもしれませんが、これから先また大きな事件が起きた時、あなた抜きで対処できるのでしょうか。心配してもらってすまないな。ハンターにはもっと優秀な奴がいる。それより俺自身が平和を乱す存在になることの方が怖いんだ。承知しました。覚悟はできているようですね。ああ。で、目が覚めるのはいつ頃になる？何事もなければの話になりますが、約102年後の8月15日前後になるはずです。わかった、成功を祈るとしよう。わかりました、ゆっくりお休みください。大きな自分を見つけた。